気が済むまでやります。あっという間、すいません、リップで見ながらで。みなれんさんとのショールームが終わりました。いつもだったらね、アフター配信一緒にできたりするんですけど、今は今日もお互いお家からの配信だったので直接は会えなかったんですけど、普通に楽しかったです。ちょっと待って、持ってくるわ。髪の毛縛りたいからゴム持ってくる。ブログ読んだ人、裸足、今裸足、家の中だからね。うわ、ここめっちゃ巻きたい、髪の毛。実は昨日髪触れを見に行っていたという。ブログに書いたんだけど、今裏でみっくるちゃんがめっちゃ英語ちゃんとおかしい。さっき途中まで見てたよ、普通に配信しようと思って。メイク直ししながら聞いてたよ。はしご、マジ、もともと後でまたちゃんと改めてブログに書こうと思ってるんですけど、3月に予定されてたじゃないですか、単独ライブが。それに見に行く約束をしていて、約束っていうか予定立ててたんですけど、中止になっちゃって、自主的延期になっちゃって、で今回リベンジということで配信限定だったけど、で絶対見に行きたいなと思ってたから、そう行く予定立ててたところで、あ、緊急性公演もあるってなって、で最初にね紙フレ見に行くって言ってたし決めてたから、緊急性公演行けないわって思ってたんですけど、行けるたという。はしごしたのよ。昨日の行動力すごかったと思う、自分でも。普通に公演をアフタートークは見れなかったんだけど、最後まで見てビューンとボトムラインまで行きました。また感想は書きたいと思います、改めて。よかったです、どっちも見に行けて。ミクのところが配信、なんか15分やったらにしようかな。一応15分はアフター配信しないといけないので、やるとしてもちょっと15分経ってからにしようかしら。ブログ待って、ブログまた書いたらにするね。なんか書いたらさ全部書きたくなっちゃうからさ、ルンさんと連絡取ってたの？連絡取ってたっていうか、最近普通にお仕事で会ってました、ちょくちょくです。まだ解禁前なので言えないんですが、だからね、話したのね全然久しぶりじゃない、実は。実はだけどやっぱさ、仕事モードで話すとさ
とこうプライベートで話すのってやっぱ全然違うからさ、なんか大丈夫だったかしら、楽しかったですか。ワンピース可愛いんですね。これメリージェニーかな、売ってんのかな今。でもこれさっきも言ったけど今年買いました。さっきもツインテールにすればよかった。よかった、ちゃんと喋れてたら。ならあのそう、さっき発表があったみたいなんですけど、公演出ます。もう2個発表されてたよね、6日と16、6日と16、どっちも出るので皆さんぜひ見てください。16だ、6はミナルンさんと初めて出て、16は愛理と初めて出ます。私もさっきメールでしたよ。メイカー大好きなオシンと一緒だね。さっき知ったよ。ミクルンコラボする気みたい。本当？ちょっと待って、今仕事モードのエゴさんの声が眠くならないって聞いたけど、今もうちょっと台本も何もない、進行も何も考えなくていいから気が緩んだ、今眠たい、ちょっとだけ。ミクルンがコラボ配信のために配信しろる人、優しい。次の声の髪型は実は決めてます。16はまだ決めてない。ぜひ、想像じゃない、予想してみてください。どうやってさ、これコラボするんだっけ。この前やり方忘れちゃった。一回消すんだっけ。この前あやちゃんとやったんだけど、一回終了すんだ。ミナルンとおそろいの髪型、いや絶対ミナルンさん、自分のちゃんと気合が入る髪型したいでしょ。想像してみてください。こうやって見ると髪の毛伸びたことない。ミクルン来るよ。どうやってさやんの。一回私も消さないといけないんだよね多分。今 10分もまだ喋ってないのかしら。15分まであとどれくらいなのかしら。冬の写真めちゃめちゃかかったよね。なんかそうだから、ミナルンさんとの写真が本当になくて、遡ったらなんだっけ、一緒に名古屋駅最終列車のなんだっけ、番宣出たやつ、あの時ぶり。私がまだ髪の毛こんなんあった。あれ、ミクルン、
ほっぺ寄せ合ってる写真しか今じゃない。そういつもギュッてして写真撮るんだけど、今ギュッてできないから。しょぼん。ほんとね、最近さ会った時も写真撮らなかったからさ、ほんとに写真撮ってない。最近会ってはいるんだよちゃんと。あとこの前も言ったけど、みなみさんがあと美容院だった。美容院美容院で会いました。あ、そうだ、今日ラジオもあるから聞いてください。喋りすぎたラジオ、私が。観覧車へようこそ。ツインテール可愛すぎますって。私がちょっともうちょっとしたら配信終わるから、そしたらコラボしましょう。ぜひ。とゆずきとさきぽんとでした。あ、1時間までしか配信できないんだ。じゃあ早く終わった方がいいの、私。いいかな、もうアフタートークの一環としていいかしら。もっと早く始めればよかった。わからんのって。まあでもみんないっぱい聞いたもんね、私の一人喋りは。いつもいっぱい聞いてるもんね。いいよ、だって。じゃあ一回やめます。